どうも芸人小屋健太でございます。僕はですねこうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、皆さん見てください。ドカーン海でございます。場所は小松海岸。実はですね僕最近ちょっと海に来る機会がございまして、なんかね砂浜歩いてたらちょっとゴミがちらほら落ちてるなとか、なんか流木があって歩くときに足痛いなとかね、まあやっぱりねこう7月生まれなんですけど、夏生まれの僕としてはねこう浜は綺麗であってほしい、ザバーン言ってますけどまあその思いを、かけてですね今日はちょっとだけ僕のできる範囲ですけどビーチを綺麗にしたいと思います。ようこそ皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネル小屋県アワビより、今回は小松海岸に落ちてるゴミを拾うお掃除大作戦。いざ拾い始めると意外なものがたくさん落ちててびっくりしました。それでは徳島県から世界中の皆さんへ、はい、ということで、まあ、今回ねちょっと風の音も強かったのでナレーションメインで行かしてもらおうかなということでございますけど、まあ、こういう風にねいろんなとこにゴミが落ちてるんですよね。まあ普通のゴミからなんだこれはみたいなまでねいろいろあるんですけど、例えばこれやったらあの植物刺さっとるやつですよ、あのスーパーとかで買える。ほなお前浜のどっかにそれ植え直したってことみたいなもうわけのわからんのがねちらほら出てくるんですよ。でねこうやってもう一歩歩けばまた、違うゴミが出てきたりで結構な量になっちゃうんですけど、どん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 進めていきましょうということで、鉄砲ですねまあ僕はそこであと 2,30 分遊びたかったかなうん、銃やから銃はやっぱ持っちゃうからね、というわけで、まあ、どん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 ゴミを拾っていったらねやっぱこういう生産狩りだみたいな、こんなにも出会ったりするわけですよ。 あとねちょっとこれはめっちゃ個人的に嫌やったんですけどね、これホースの先かなんかなんですよね、あんな海のキワキワのとこ落ちとうってことは海に向かって水撒いてたとしか思えないという、まあホースに限らずなんだこれみたいなもんばっかりでしたよ正直ね。ただ一人でこう拾い始めたら結構きついというか人手が足りない感じがするんですよ。なのでもうそもそもゴミを捨てるのが一番やなと。はい、ということでとりあえず両手塞がるぐらいは拾いました。いやー熱っ。ちょっとまあ分別はしてみたんですけどやっぱりねいろんなゴミが落ちてて、まあ、僕一人じゃ正直拾いきれないというのが感想ですかね。でまあ海に遊びに来たら皆さんゴミは自分でちゃんと持って帰って。ちょいちょい待ってください。なんすか。なんすかその敵持ってんの。ドラちゃん来とったからこれドラえもんのポケットから出した。いや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 、ちょっと気に入って持ったんで、はい、持って帰る。これはあどうぞ。これはもう分別もせん俺俺のもんでいきます。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、ちょっと散らかってるのもあったりするんでせっかく綺麗な自然が台無しになっちゃいますから皆さんもちゃんと、自然を大切に海を楽しんで夏を迎えましょうということで以上でございます。ありがとうございました。ドラえもんのことをドラちゃんって言うてるのもしかして僕と女キャラだけなんじゃないかなと、少し不安になっておりますが、まあそんなんよりねとりあえず海をきれいにするというのは非常にいいなと思いました。これから海開きのシーズンですからみんな楽しく使うためにみんなもゴミ持ち帰って散らかさんようにしましょうということで今回は以上です。